これでね、お出かけをね、していきたいと思います。はい、50歳からの美顔は武器になるメイクアッププロデューサーの翔子です。はい、皆さん、メリークリスマス。はい、皆さん、クリスマスどうお過ごしでしょうか。私は結構ね、クリスマス時期ずっと仕事をしていることが、30代ぐらいまで多かったんですけども、今回結構ね、イベントに呼ばれたり、もちろんね、お仕事関係多いですけど、仕事してからイベントに行ったりとか、忘年会に誘われたりとか、今からね、もうだいぶね、忘年会終わってきてるんですけど、イベントごとがね、ちょいちょいまた、新年明けた時に、ご挨拶っていうことで、皆さんちょっとお出かけしたりとか、ちょっとね、心ウキウキみたいな、時のイベントに、手早くできるメイク方法を今日は、ご紹介したいと思います。ではね、早速やってみましょう。どうぞ。はい、今回前からやっていきます。こちらの方のボディショップ、はい、これね、なんでがいいかっていうと、ペンシルと眉マスカラが両方ついてるから便利便利で、最近ちょっとこれちょっとハマってます。で、まず眉毛、少しね、自分の今眉毛の色よりちょっとね、この薄めの色使ってますけども、で、下ですね今日はあんまり眉毛を自己主張しないようにしていきたいなと思いまして、ただ私ここのここが欠けているので、ちょっと足していきますで、眉マスカラ、ちょっとね、毛を淡い色にしていきます。であとちょっとね、足りないところ、固めのいつも使ってるエレガンスの眉ペンシルでちょっと足していきます。これ硬いんですね、芯がね。でやっていくとこんな感じ、こんな感じね。こういうパーティーとかイベントの機会じゃないとなかなかね、ラメが使えないので、これ、クリスマスコフレで買ったんですけども、皆さんも使えない、キラキラしたラメね、ちょっと派手かなと思うので全然構わないです。まずね、こちらの方やっていきます。でね、こう乗せたいところ、最初に目のね、真ん中の部分からワイパー塗りしていきます。いつものようにね。で、これもね、なんか一番この中では地味に見えるんですが、意外にラメが細かくて綺麗なの。綺麗じゃない、うん、ちょっと細いね、腕で。まず黒使っていきますね。このアイラインのように使っていきたいんですけど、結構 NARS のシャドウってすごいね、しっかり色が出るんですね。なのでペンシル使わなくてもね、結構な。で、今回私いつもよりラインを入れていきたいので、重ねていって、少しね、薄め開けながら、ちょっと上ですね、こうまぶたがね結構垂れてきてるので、少し上目からね、ちょっと上に上げていく感じで、ちょっと埋めていきます。このぐらいで綺麗じゃないですか。もう目の黒目の外側
ぐらいからラインを伸ばしていく。で下でねこういう感じに。でこの上から今日ね赤着てるんですけども、ちょっとねこのキラキラのやつをどうです、キラって光って綺麗じゃないですか、ね、でちょっとこの辺をね広げていきます。でビューラーします。先日より気に入ってるこのメイベリンですね。で下まつげ。でちょっとイベントの時は上をねちょっと私あんまりつけないで下のまつげを結構つけて伸ばしてあげると結構目の印象が変わってきません？でこれ私あのまつげ上げって名前をつけたら笑えるって言われましたどうかな、ちょっとこう目が色っぽくないです。はい。でチークも、なかなかね使ってなかったんですけど、謎のでもこれもお手持ちでいいです、ね、あのなるべく少しねナチュラルな色を持ってきたいので、薄めのねピンクとちょっとね、強めのピンクを混ぜてみて、手でしっかりちょっとなじませてあげて、どのぐらい色が出るかなっていうのを確認してからちょっと笑ってね、にゃんこのにゃんってよく言うんですけど、こめかみに向かってちょっとね、ハイライト代わりにこの辺に少し他の色ですね、で入れていきます。時間をね測っていきますかね。はい、じゃあやっていきますね。いきまーす、ゴー。こんな感じですね。で、見た時に口目にね、今ちょっとナーズの方のねこのねちょっとキラキラしたのをちょっとつけて、少しねこの色合いに合わせて赤じゃなくてねちょっとオレンジを混ぜたんですね、このルナソルの最近ねずっとお気に入りでこれこのシリーズ使ってるんですけども、汚くなってきてごめん、このオレンジね。で最後に、ちょっとニュアンス時間があったらポンポンとねちょっと中央にね乗せてあげて、
このねリッププランパー、ちょっとプリッとしてくれる、グロスじゃなくてね、ちょっとこう唇が少しね刺激されてぬくっとしてね、ぷるっとする、ものがリッププランパーっていうんですね。でそちらの方をちょっとだけのせていきます。私唇がね結構唇が薄いので、でどんどんね時間経ってくると少しねピリッとした感じになって、どんどんちょっとこう膨らんでくるんですね。そうすると縦じわが、目立ちにくくなっていきます。これでね、お出かけをね、していきたいと思います。どうですか？はい、いかがでしたか？はい、こんな感じになってるんですけども、はい、私たちは今日の年代ですね、年代は若い子とかね、このパーティーメイクとか、イベントメイクとかっていうと華やかなね、感じでキラ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 させていくととっても可愛いと思うんですけども、私たちはちょっとだけ 20% だけちょい足し、ちょっとキラキラさせるとか、ちょっとツヤっぽくさせるとか、ちょっと派手に、していただいて、で華やかに持っていただけるととってもね、褒められますはい、こういう感じ、ね、で下手にイベントの時にね地味な格好してったりとか地味な顔にしちゃうと余計ね浮いてきちゃうんですね。でこう場を華やかにするっていうのも呼ばれたりとかね、私たちっていうのはお呼ばれで行く時とかねいう時はそこを、ちょっと花を添えるぐらいな感じのイメージでね行っていただけると楽しめるのかなと思います。で今回私このハート全部ハート柄にしてるんですけども、はい、実はこのピアスもねすごい3つもハートついてるんです。これね3年前ぐらいかな、クリスマスに旦那様に買っていただいたので、ぜひねクリスマスにはつけようと思ってつけています。はい、皆さんね、こういう感じで、ね、忘年会だったり新年会だったりイベントだったり、ね、ライブに行くとか、ね、少し、ね、お出かけちょっとねいいとこにお食事っていうことで、行く機会がね増えてくると思うので、ぜひね簡単で結構華やかになるメイクになってるので、ぜひお試しください。今回も最後まで見ていただいてありがとうございます。もしよかったら高評価ボタン、登録ボタンよろしくお願いします。1月の2日に生ライブを、ねやることになりました、ね、おせちが老けるっていうところの話をね、たるみと関連性っていうことを話すので、もしお時間があったら1月の2日、3時、ね15時に生配信をするので見ていただけると嬉しいです。詳しくは概要欄の方に書いておきます。ではまた次の動画でお会いしましょう。